宝来郷ね、宝来郷から上がってきたんですけど、まあ、ちょっとこっちの方まで来たんでね、せっかくですからね、虫屋さん、ワンダーグローブだったかな、インセクトワンダーグローブ、ちょっとね、まあ、マイナーなお店なんですけど、前に一回行ったことあってね、その時は結構ね、材がいっぱい置いてあったんですよね。まあ今はね、どういうあれ品揃えになってるのかわかんないですけど、あと国産紙ね、割とちょっとこうマイナーな国産種っていうのかな、離島ものとか、まあ言ってみたら昔大昔のこうショップっていうんですかね、まあ、そういうとこって血統とかね、あと採集者とかちゃんと分かってるんで、採集地のラベルだったり、まあ、そういうのがしっかりしたものがね置いてあって、今はね、なんか何でもかんでもこう大型血統とか、まあブリーダーが作出したね、まあ丸々血統、なんちゃら血統、大型血統、もう何でもかんでも大型血統、いや本当に血統かなってね、もうブリーダーのが勝手に名前をつけるのがこう流行みたいになってますけど、まあ昔はそんなのはね、まあ元木スペシャルとか森田ゴールド、あと何があったかな、あと名古屋の方の加藤さんとかね、まあ、限られたごく一部のブリーダーさんしかね、そんな恥ずかしくて名乗れなかったけどね、まあ今ではもうなんか名前つけた者勝ちかなみたいなねよくわからんのが多いですよね。まあそれも大桑だけじゃなくね、なんかスマトラヒラタだったり、もうなんかポペイ？ポペイでも、チョーヒーとかありますけど、もうなんか、まあいいんだけどね。僕はそういうのはちょっとどうなんだろうと、まあ、結局はね、流行に踊らされてる人が多いのかなって思うんですよね。そういう自分が作ったこれは血統だぞみたいな、そこに価値観をね置いて、とにかくこれは大型血統だから、いやただ単にその個体がね、そういう環境で育てられたから、まあ大きくなったんじゃないのかなっていう、まあ餌と温度、
温度とかその環境ね、その人の飼育環境と、あとその餌のバランスっていうのかな、菌糸の種類だったりマットの種類だったり、ピタッと一致した時にたまたま大きくなっただけで、そのものが他へね、びっくりした、他へ行って本当大きくなるのか、これか、これだ、クワガタカブト、イラストが描いてあった。砂が乗ってる、危ない危ない危ない、あれやってない今日。2時から7時って書いてあるね、月から金。よいしょ、押し掛けしようか、仕掛け、はい、今ちょっとまた後でね来るとして、ちょっとその辺はあれかな、ブラーっと流して見てこようかな。おう、あ、ここ単車禁止なの、ちょっと待って、土日か禁止は。土日曜休日、うん、だから休日じゃないからいいんだけど、今日は平日火曜日ですからね。この辺いい感じだね、何気に。ミツバチハニー工場、確かこの道向こうからだけど動画にはしてますよね、六甲のね尾根道を走ってね来た時に。お、
その辺上がってくると寒い、結構ね。どこだったっけ、どっかこの辺で写真スポットあったよね。ここだった。いいですね。ちょっと写真撮ろう。倒れすぎてる？だいぶ倒れちゃってる。なんだろうね、あそこピカッと光ってる。今いるのが西宮だから、その辺尼崎かな。で大阪でしょ。あのビルがいっぱい建ってる、あの辺が多分梅田とかね。でずっとあそこピカッと光ってるのは何だろうね、あれ。東大阪か、もうちょっと南の方かな。だからこっちね、切り込んでる上の方は池田とかね、伊丹とか、そっちの方なんでしょうね。いや、面白いですね、こうやってね、上から見ると。お、風が強いからさ、なんだろうね、これ。急にというか、なんか山の上だからあれか。山の上だから風が強いの？よし。芦屋に入るね。なんかね、この辺芦屋と西宮がね、こう入り組んでるんで、
風か。さあ、ワンダーグローブさんね、もう一回戻ってきましたけど、やってるかな。ああ、開いてる開いてる。